こんばんは。30秒でバズってください。バーチャル MC のタミーです。この番組は話題のインフルエンサーたちが毎週与えられたテーマに沿って30秒でバズりそうなものや出来事を展開してくれます。なんで今日こんな声でやってるのかって、みんな放送見てくれましたか？今回のテーマは SNS で話題のバーでしたね。そう、バーといえば大人か。タミーバーあんまりいい思い出なくってですね、思い出してみれば。今大人のふりしてみたんですけど、バーは行ったことはありますが、カウンターと椅子の椅子が高すぎやしませんか？私身長150ぐらいしかないとね、こう大人っぽくしょって座れないんですよ。こうやって座る感じになるから、あんまりかっこよくないなっていつも思ってるし、落ちそうになります。小さい人は気をつけろ。ゆいってみましょう。今日のテーマは SNS で話題のバーでバズってください。これなありがたい。なんかすでにもう楽しそう。ノリ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 、めっちゃ踊ってた。ちゃんと MV に合わせて踊ってたんだよ、タミーは。これね、子供たちとね踊る MV なんですよ。ぜひ見てください。ありがたい、ありがたい。ではですね、福祉ページを知らないと入店できない特別な隠れ家空間。今日紹介するのは恵比寿駅から徒歩5分のところにあるじゃないコーヒー。一見カフェのような店内、しかし隠しページを見つけると福祉扉に案内され、その先には秘密のバーが営業している。コーヒーの氷を使った大人のコーヒー牛乳は飲みやすく、コクと旨味が口の中に広がるおすすめの一杯。メニューの中にもいろいろな仕掛けがあり、秘密のコードを見つけると期間限定の特別なドリンクも。秘密基地のような特別で居心地のいい空間で素敵な時間をぜひ過ごしてみてください。お客さん、はい、お仕事何されてるんですか？あ、声優です。趣味とかあるんですか？あ、仕事が好きです。一人で静かに飲みたい感じですか？あ、仕事の、あ、分かりました。一人で飲みたいです。すいません、話しかけないでください。一人で飲むの好きなんですか？いるんだよな、ある人な。いや、ホズさんの紹介してくれた隠れバーはですね、忍者気分になれそうな。あのちょっとね、何をしたらあそこに入れるのかはもう絶対にちゃんと言わないと入れてくれないらしいので、みんなもよく調べてってください。あのホームページに書いてあったんですけど、あそこに入るための隠しふにゃふにゃを絶対やらないといけないのに、調べが足りなくてそのまま帰っちゃう人いて、スタッフさん悲しいらしいので、ちゃんとあそこ行きたい人は調べてから行ってください。そしてね、シポンさんとアンさんが坊主バーに行ってくださったんですね。タミー、ちょっと坊主バー名前は知ってたんですけど、今回改めてあのお店のこと調べてみたら、さっきの歌は神仏兄弟っていうユニットの歌なんですけれども、他にも坊主の皆さんと一緒に坊主で坊主バンドっていうのやってらっしゃって、そっちの楽曲も聞いたんですけど、さっきのね神仏兄弟も割と聞いたらめっちゃいい歌で、坊主バンドも聞いたらめっちゃいい歌なんですよ。なんかできるアーティストの人たちですけど、かつ坊主で神主です。ぜひ見てみてください。そしてちくわさんのはね、たまにありますよね、ああいうことね。タミーね、タクシーでも話しかけられたくないタイプなので、そっとしといてください。人見知りなんです。もう人類全員優しくされたいと思うな、そっとしといてくれ。ということで、本日も質問コーナーに行ってみましょう。ありがとうございます。はい、質問その1、バーはよく行きますか？行かねえっつってんだよ。だって座るとこが落ち着かないし。あ、でもバーは基本的にお酒を楽しむとこだから、タミーにあんまお酒が飲めないんですよ。バーチャルだからっていうんじゃなくて、バーチャルアルコールも飲めないんですけれど、もしなんか美味しいおつまみがすごくあるとかだったら、みんなで行ってみたい気持ちはありますね。そして質問その2、タミーさんがバーの店長をするならどんなバーにしたいですか？実はタミーね、インターネット上でバータミヤスっていうバーをね、バーチャルバーを本当にやってるんですよ。 もしかしたら写真とかが出てるかもしれないんですけど、この中ではみんなからこうインターネットのウェブの海にですね質問を投げ込んでもらうと、
私のね後ろにみんなのメッセージがねこうボン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 って出るんですよ。それを手で拾って読んだりするんです。いやバーチャルめちゃめちゃ面白いからぜひぜひバーチャルバーも体験してみてください。え、皆様からの質問はコメント欄や公式の SNS から募集してますのでね、ぜひぜひコメントそしてリプの方ください、ください。お待ちしております。そして今回も配信用特別版バズ動画をお見せしますよ。まずは1ヶ月ぶりの登場、あ、よかとちゃんです。さらにちくわさんのバーあるある2本続けてご覧ください。マスター、マスターふえ、あちらのお客様からです。あ、お客さんもマスターもよかとちゃんなのね。ごくごく、いらっしゃいませ。いやいや、いつものだよ。何ですか？いつも頼んでんじゃん。何でしょ？なんで覚えてないの？いや、信じ？はい。だからいつものメロンクリームソーダだよ。で、酒を頼んでくれってば。向かいで。いやー、さすがよかとちゃん、モテモテだったね。まあ、だんだん流れてくる飲み物を手でキャッチするゲームみたいになってたけどね。そしてちくわさんのあるある、ああいう人って本当いるんですかね。常連ぶっちゃう人って、だってすぐにバレるかもしれないし、一緒に連れてきた女の子にカッコつけたいのかな。いや、素直な方が大好きだけどな、タミーは。またこの動画を YouTube のショート動画で一本一本動画投稿しておりますので、ぜひぜひそちらもチェックしてください。そしてよかったらチャンネル登録